こんにちは、サスレブでございます。今回ですね、アップルのピッキング来てます。もうすぐでね、終わっちゃうので、今回ね、ちょっとだけね、今休憩中なんで、アップル実際どうやって撮るのか見させていただきます。手でね、こういう風にパキって撮るとこんな感じで撮ります。なんでこういう風に撮っていくって感じです。僕はまだ始めて1週間も経ってないので、あんまりうまくはないんですけども、まあ、こういう感じで撮っていくっていうイメージですね。で、たまに緑のやつもあるんですけど、うちのファームは全部撮るっていう感じになっています。で、落ちちゃうのはね、もうね、僕の未熟さということで、もうちょっと上手くなっていけば、どんどん、今度たまに出てくるので、全部出してみたいな感じで、こうやって、基本的に2つね、こうやって持てる感じでします。で、たまに3つ取れます。で、こういう風に、1往復で最高6個やっていけるので、これをやっていくと、スピードがアップしていくっていう感じです。溜まったらですが、横に瓶がございます。で、この瓶を、こういうのはね、捨てます。ですね。この瓶をですね、こういう風に上げて、こう持ってシュッと乗せて、傷つきやすいのでリンゴはこういう風にスライドして音をなるべく出さないように瓶に入れていくということです。中はねこういう感じで、で終わったらこのクリップをここにかけるだけ。これがオーストラリアのアップルピッキングでした。こんにちは、ちなみちゃんです。ちなみに165センチあるからでけえんだけど、はい、結構細いので力はそんなにない方です。その子が今リンゴアップルピッキングをします。で、ラダーはこのぐらい4段ですね、基本で、こうやって取ってくるんです。で、ちなみは俺と同じ時期に入ったので5日目だね。はい好きな男性のタイプは子供好きな人ですね。おお、募集中です。浮気したことは？浮気したことはありませんって言っときましょうされたことはあります。まあこんな感じのスピードでチェンジやってます。まあね、女の子の手の大きさもあると思うので、2つはちょっと持てないかもしれないんですけど、私は特に遅いですね。なんで一つずつゆっくりと丁寧に取っていくっていうのが感じですね。まあ、歩合なんでそこまでスピードは気にしないって感じです。はい、こんな感じでね、別に怒られたりしたこともなかったんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。降りる時だけね、ちょっと気をつけて降りるって感じです。ピーター、これ見たら感動するんちゃう？やってるわ、あいつらみたいな。これね、板がね、1枚にこれ4枚なのかな、4枚あるので、時給のとこはこうで、確かね、歩合線のとこは5枚あるんですよ。こんぐらいの大きさで1瓶50ドルでやっていくそうです。楽しいです。実際リンゴと喋ってる人がいます。リンゴがリンゴと喋ってるやつ、すげえな。アップルピッキングやってみて、とってもトマトに比べて、とても大変でした。大変でした。肩がやられる、腰がやられる、虫がいっぱい出る、疲れる。悪いことしか言ってませんなんかこう、俺の汚い手なんで申し訳ないですけど、この荒れてきてたまにこう血が出ちゃったりするので、もしかしたら絆創膏あった方がいい。あ、腰がやられるからコルセットがあったらいいかなって思います。